はいどうもえシリーズ上級の西村ですえ今週はですねえ恋の都と三島由紀夫というタイトルでお送りしますえー、実はこれ先週のその日本とアフガニスタンああじゃないかアフガニスタンと日本二つの占領という番組とですねえかなり共通項があるんですね同じテーマがあるんですえー、いきなりあの恋の都と 三島由紀夫言われれてびっくりししたかもしれませんが実は、えー「恋の都」というです、ねえー、三島由紀夫が書いた娯楽小説がありまして、えー、これ知ってる人がほとんどいない小説なんですね、えー、かなり、えー、三島ファンでも知らないしかし私は非常にこれ注目してるんですなぜ注目してるかというとこの小説が書かれたのがあ昭和29年1999年。 五十九年、つまり始末祭があ書かれた年なんですね。まあ昭和二十九年というと日本が主権を回復したあわずか二年後ですね。えー、そして、えー、だんだん戦後の混乱が収まっていて、えー、戦後復興とその。 経済発展がですね、えー、そろそろ始まるの,のではないかというそういうまあ、えー、時代のプレ段階と言いますかね、そういう時代だったわけですね。えー、まあしかしあの戦争が終わってまだ九年後ですね。ですから今の我々の尺度で考えると、えー、東日本 大震災が終わってちょうど10年ですがまあその感覚で考えますとね、えーまあ、10年一昔といいますがあやはり直前にあったしかも4年間それもシナジー変化を入れればもっと長い戦争になるわけで、えー、それこそアメリカのアフガニスタンの20年戦争と同じぐらいのですね長い 期間の戦いといととうことになってしまうわけですね、えー、シナジ変自体は持った後に始まったわけですが、えー、対米戦争のちょっと前だったわけですがしかしその前からあ例えば満州事変があったりとかですね、えー 絶えずその紛争地帯であるチャイナに対してはその前には三島出兵という形で、えー、日本軍が兵を派遣しなければいけなかったこれは PKO みたいな形でね、えー、それこそ今のアフガニスタンのようなあチャイナをですね各国がどうやって統治していくかという、まあ、そういうことが第二次世界大戦の前にあったわけですね。 まあそう考えますとその先週のテーマと重なるということがちょっと分かってくれると思いますがこの「恋の都」という小説が私は面白いと思うのは本当にこれ気楽に書いている小説なんですね大衆小説と言いましたから主婦の友というですね主婦用の主婦向けの雑誌が。 昔はいいっっぱいあったわけですね、えー、主婦の友それから、えー、何でしょう主婦と生活、えー、な,どなどですね、えー、そういう奥様向けの雑誌ですねそれも新婚から含めたですねそういう雑誌が数多く出ていたそういう時代があったわけです。そそしてそれに 連載されていたということは、まあ当然女性を読者として想定したものなんですが、それで非常に読みやすい肩や使用才を書きながらですね、一、えー、年間この恋の都を連載していたわけですね。えー、面白いのはですね、朝日生由美という二十六歳の女性が 主人公ででで出てくるんすすが彼女女は非常に魅力的な女性ですねそして、えー、ジャズバンドの戦後のアメリカの進駐軍を主に、えー、回っているようなジャズのバンドのマネージャーをしているそして彼女は、えー、戦争中に知り合って初恋の恋人がいたわけですね。 でその青年が大東亜戦争終結後ですね、えー、これ実際にあった事件と同じに大東塾というその愛国者たちが集まるです、ねえー、思想団体があったわけですがあそこの塾生たちがですね、えー、代々木の連兵場今のですから えー、公園ですね、えーまあ、その代々木公園になる前は東京オリンピックの選手村として使われたわけですがそこででで集団で自決してるんですねそれはもちろん戦争に負けたということそれと国体護持が本当にできるかどうかということに対しての抗議ということもあったしそれを願ったということもあって。えー 集団で、大東塾の塾生が自決しているわけですね。そこは、考えてみれば、任意録事件の時に、の、その。青年将校や北行きも含めた、死亡者たちが。死刑になった場所でも、あるわけですね。で。その、大東塾。の塾生で。 日本が戦争に負けた後自決したその青年が実はこの朝日の由美という主人人公の恋人だったんですねもちろんこれあの小説では「大東塾」という名前も出てきません、えー、それをその思わせるですね、えー、名前があるそういう、えー、愛国団体の烈士だ そういう,う,いう、まあえー、設定になっているわけで,でその時に、えー、この真由美がまだその、えー、浅田英語,英語塾浅田英語塾っていうのは、まあ、要するに津田英語塾のことですね、えー、ですから、まあ、戦後は津田あ女子大になりましたがあその戦争末期に そこの学生だったわけですねそれで知り合った、えー、右翼団体の塾生が丸山五郎という青年でそ,それでこの小説の舞台は昭和29年のそれから9年後になっているわけですがここでこの「 旭名真由美という主人公が彼の思い思い出っていいますかね、えー、自決したあその青年のことが忘れられなくてですねたたびび出てくるわけですねでそういうその時代設定が全部この小説の中に、えー、盛り込まれているわけでここであの私は気が付いたのは。 この時点で昭和29年の時点でですね、えー、三島紀夫はかなりその気楽に、えー、結構本音を書いてるんですね、えー。つまりその純文学の世界ではですねその純文学の形式をまとってですね、まあ、そういう小説をいっぱい書いていたわけで「潮、え、彩、ー」塩祭というのはまあどちらかといえばまあ純文学ではあるんですが ベストセラーになった小説で、まあ、誰でも読めるあの年代問わずですね私も詳細は中,中3の時に最初に読んでるんですけども、えー、そういう小説なわけで若い男女その鳥羽のですね歌、えー、島という架空の島が出てきてそこに、えー、で出会う漁師と。 ののの娘のその恋愛の物語ですね非常に素朴な物語でこうメルヘンチックな話なんですが、まあ、素晴らしい小説で、まあ、だから何度も映画化されていますでそ,その詳細を書く前はですね、えー、実は昭和26年から27年あ27年から28年にかけて「金色」というです、ね、これはまさにホモセクシュアルの世界を描いた 小説を書いているわけですよねそしてその前には昭和26年には「愛の渇き」という、ま、たこれまた非常に素晴らしい小説なんですが26歳でよくまあそのタイトルもすごいんですね「愛の渇き」というタイトルをつけたのもすごいですが、うん、本当にその恋愛の中での,その不条理さにこういたたまれなくなってそして えー、破滅的な最後を迎えるその女性を描いているのは「愛の渇き」という小説なわけですね。でまあそういった小説を発表しながらですね、えー、この「恋の都」という小説を主婦のともに連載していたそう考えるとほとんどの批評家はですね え重要な作品として見てないから誰も読んでいなかったんですねそれがたまたま、えー、これは千曲がですね文庫にしたもんですから私も初めて知ることができて、えー、それで読んでみるとその当時の戦後終戦直後のですねそして占領がアメリカの戦領が終わって日本が独立した直後の 日本の状況はですね非常に風俗的なものがですね、えー、本当に生き生きと描かれているわけですねそのジャズバンド真由美がそのマネージャーをやっているジャズバンドの人間のバン,バンドマンのいろんな色恋沙汰の話だとかそれから、えー、米兵との話だとかまあいろいろいろんなものがこう出てくるんですがそれが非常に当時の 時代状況を伝えるそういういい小説にもなっているわけですそれと同時にこれはアメリカの占領が解けて独立した時に書かれたということが大事であってここでその朝比奈真由美が学生時代に恋をした自決した終戦と同時にですねその直後に集団自決で、えー、自決した。 青年の思いをですね。どうやって、これから独立した後の日本で女性として、どのように。これ。思いを遂げていくのかというですね。そういったものまで、この朝日生みっていう女性にね、こう託しちゃってるわけですね。非常に生き生きとした、これ素晴らしい女性が描か。えが描かれてるんですね。それで。 考えてみますと昭和33年から2年間にわたって書かれた金閣寺の後の重要な作品と言われてます「京子の家」というこれはまあ批評家があまり評価しなかったんですが私は非常に今評価してますその京子の家がですね舞台設定がちょうどこの恋の都が書かれた昭和29年だったんですね。 のの家の舞台設定はそうなってい,るんですそういう意味でもですね非常にこれはあの興味のある小説だと思います。それと同時に日本の占領というものはどういうものであるかということをですね文学作品から考えることができるんですね。でタイトルの「恋の都」ってこれ誰がつけたのかちょっと分からなくてですね三島がつけたのかあるいは編集者がつけたのか。 えー、まあおそらくもう当時もうすでに第一流の作家になっていたのであの本人の付けた名前でしょうけどこれあの昭和15年の大ヒット曲「恋の都」恋の都っていうか東「東京ラプソディ」「東京ラプソディ」っていう大ヒット曲があって藤山一郎が歌った曲なんですがその曲をもとに映画ができてるんですね。 軍国主義で日中戦争が始まってからどんどんファシズムで暗い時代になったっていうのは真っ赤な嘘だってことが分かる映画なんですね「あの東京ラプソディ」っていう曲は音楽も素晴らしいわけです。でその映画の,あの映画の主題歌の「恋の都の」の「東京ラプソディのです、ね」の中の歌詞で「恋の都花の都」 花の東京というそういううそ、ね、私はこれたおそらくですね「東京ラプソディー」からこのタイトルを取ったのではないかという気がするんですね。でなぜあえて取ったのかというとそれは戦前の一つの風俗であった映画のタイトルの歌詞に出てくる言葉を「 わざとこの昭和29年に書いた小説に使うことによって戦前と戦後の連続性をここで三島はあ意図したんだと思います。ということで後半にいきます。